こんにちは、速稼塾の久保です。そうですね、やっぱ仕事をする上で最も舐めた考え方っていうのは、時間をいくら使ってもいいって思ってやってる人のことだと思うんですよ。残業したりとかね、サービス残業とか休日出勤とか持ち帰り仕事とかね、これって自分が我慢すればいいやって考えてる以上、その会社の生産性は上がらないし、利益は絶対出ないんですよね。それこそ8時間という規定時間の中で終わらない自分のね、能力のなさとか、集客ができないっていう、そのチンケさを呪った方がいいなと思うんですよ。これ厳しいこと言いますけども、商売って何のためにするかって言ったら利益が目的ですからね。利益を出すからこそ仕入れにお金が使えて、仕入れ先の業者さんがやっていけるわけですよね。であとはね、経費使うじゃないですか、電気代とか携帯代とか。利益が出るから経費が払えて世の中回っていくわけなんですよね。あとはやっぱり消費ですよね。商売をしてなるべく多くの余剰資金を作って、それを消費するから地域社会が活性化して、いろんなお店が儲かっていくわけなんですよ。でもなぜかね、発給でいいっていう発想があるんですよ。そのお金目的じゃなくて仕事をしてるのが美しいっていうふうに考えてる人がいて、それは全然違うんですよ。それこそ1時間しか働かないのに、あらゆる人を満足させて高い給料をもらった方がいいに決まってますよね。で、特に家族を抱えてる人っていうのは、もっともっと責任感を持った方がいいと思うんですよ。なんか仕事をするとか、なんかね、自分がサービス残業をするとか、誰かに頼まれて何かをするってことは、本来家族と一緒に過ごさないといけない時間を犠牲にして、家族とは関係ないところに行って何かをやってるってことなんで、やっぱり限られた人生の中で何に時間を使っていくのかって、本当真面目に考えたらよくて、で、仕事なんて言われたことをね、やっているだけでは仕事にならなくて、なんかこの言われたこと以上にやるから、言われたこと以上にやったことが、まあ、利益ってなって残っていくと思うんですよね。で、しかもそれを規定時間内にやらないといけないんですよ。まあ、8時間なら8時間の中で与えられた仕事を、まあ、5、6時間で終わらして、残りの2、3時間でプラスアルファの仕事をするから会社の成長発展があるわけですよね。まあ、それがね、8時間でも自分の割り当ての仕事が終わらなくて、残業代もらいながら残業するとかね。あとサービス残業って言って、お金もらわずに残業するのも実は迷惑で、会社の業務内の責任とか、電気代とか水道代とかの経費とか、付き合わなくちゃいけない上司の無駄な時間とかっていうのは、サービス残業する人のせいで発生してるわけなんですよ。で、結局儲かるわけないんですよね。だからこれが利益を出せる人の発想なんですよ。でも多分こんなこと言っても、厳しいこと言ってますねとかになりますけど、これ当たり前ですからね。それこそ8時間働かないと満足な給料をもらえないっていう現実はありますけども、でもその現実に自分の暮らしを合わせていたりとか、今の時代サービス残業当たり前とか、持ち帰りで家族を後回しにしないと給料もらえないんですよっていう風な先入観に縛られてる限りは、もうその暮らしがずっと続くわけですよ。もう究極はですね、私が考えてるのは、仕事と収入が分離しないといけないと思うんですよ。仕事は仕事で、やるかやんないか、それはどっちでもいいけども、収入はやろうがやる前が入ってくる形。これが今の時代作れるのに、それを使わないんですよね。で、どうやったらそれができるのかを、この億万長者教室をはじめ、実践してる人がいくらでも、こうやってね、お伝えしてるのに、それもやらない、できない、わけわかんない。もう完全にもうなんか、いつの時代の仕事をしてるのかなってことなんですよ。それこそ昭和初期の仕事を、最近の、人みんなしてるんじゃないかなと思うんですよね。こういうことを言うとなんかね、妙な話をしてるように聞こえますけども、だってテクノロジーが10年前とか20年前よりも飛躍的に伸びてるわけですから、そのテクノロジーが働いて自分が働かないってことはできるわけですよ。まあ、簡単な例で言ったら、飲食店でね、まあ、飲食店は相変わらずきついんですけども、飲食店で一人採用して食券を預かったりね、それからお釣りをやるレジの人を雇うのか、それとも券売機をドーンと置いといてね、あれ300万ぐらいするそうですけども、券売機を300万で置いといて、それ以来10年、20年、30年、飲食店では一人分の人件費を全く払わないのかってことなんですよ。で、券売機ってのは全く手間がかからないのに、そうやって経費をずっとオミットしてくれるわけですよね。だからプログラミングとか、サイトとか、この YouTube もそうですけども、そのアカウントを持ってる本人が全く働かなくても売り上げを上げ続けるテクノロジーなわけなんですよ。じゃあそれを真っ先に使うことを考えなくちゃやってらんないよねってことですよね。
まあでもね、うまくいくかどうかわからないけども、とりあえずこのテクノロジーを使ってみる。まあそれをしないんだったら完全に、まあ売り上げも伸びないし、自分の人生はどんどん無駄遣いされていくし、結局、やり始めた人だけが豊かさとか、まあ幸せとか自由を享受して、そういう方とは全然話が合わないってことになっちゃうんですよね。繰り返し私思うんですけども、言わせてもらいますけども、時間を使わないと収益にならないっていう、そういうフェーズはもちろんあるんですけども、求めるところは全く時間を使わないのにね、売上だけ上がっていくっていうテクノロジーを手に入れて、そのテクノロジーに働いてもらって、自分はもっとね、大事なこととか、もっと多くの人ができない仕事に取り組むとか、それこそサービスで無償で働くってことも十分できるんですよね、その時に。でも自分の暮らしが立ち行かないのに給料が少ないって言ってる人が、なんか少ない給料しか払わない会社にサービス残業とか行ってただ働きしてるわけですよ。これ全然この形がおかしいと私は思うんですよ。ただ現実、瞬間的にそういうことしないといけない人がいるのはよくわかるんですよ。私が言うのは、そこは今日はしょうがないけども、抜け出せるように少しずつ工夫をしていきましょうってことですよね。まあ、これが私の考えるね、まあお金の稼ぎ方っていうか、思考のまあ、深さといったらね、ちょっと自分で言うのはおこがましいんですけども、そんなことじゃないかなと思うんですよ。今ねこうやって振り返って本当に思いますけども、下手したら働いて働いて借金作るような、そんなね、どっかの麻雀店もあるわけですよ。っていうかあったわけですよ。もう冗談じゃないですよね、あんなのはね。いや、ああいう暮らしで久保さん利益も出てないのに、本当こんな安いね、ゲーム代でよく、まあ、麻雀ってやってくれてありがとうございますっていうふうに、地域から喜ばれるかもしれませんけども、家族から猛バッシングじゃないですかね。親父は全く家に帰らずに、帰ってきたら寝るだけ。でいて、日に日に借金は増えると。借金取り家に来て、ダン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 とかね。ポスト開けたら、督促状がドサドサだったよね。で、なんか、ちょっと今日は贅沢して外食行こうって言ったらね、なんか公園でコンビニの寿司を食べてるとかね。はい、許されないでしょ、これは。さすがに。やっぱり理想の暮らしがもしあるんだったら、それは限りなく、高い確率で手に入るんで、少なくとも求めていくべきじゃないかなと思うんですよ。結果的にうまくいかなくても求めていくべきかなと。まあ、それが遠くに旗を立てて、あとは足元の一歩一歩踏めていくってことなのかなと思うんですよね。まあ、本当にね、40過ぎてだったんですけども、そのインターネットの仕組みをもう使えてよかったなと思いますよ。本当に良かったですね。ある意味、そのインターネットの仕組みがこのような暮らしを提供してくれるって、多分ね、パパッと分かったんでしょうね。うん、3年間で1億円いくって本当思いましたからね。これはすげえなと。あっという間にこれ金の問題解決するぞと思っちゃったんですよ。うん、本当にセルフバックをやった瞬間に。だからあれはもしかしたら、セルフバックってものがどういうふうにこれから展開されていくのかっていうふうなね、思考力があったのかもしれないですね。で、多くの人はセルフバックを知っても案件をやっていくらぐらいで思考が止まるんじゃないかなと思うんですよ。うん、すごい世界だと思いますよね。それがまあ誰もやんないから未だに通用するというね。だから8年前私がやったことを今日からやってもうまくいきますんでね、やってみてください。それじゃあ、いってらっしゃい。